この動画はアルティウムの提供でお送りします。前回の動画で省一電気工業のプリント基板がどのように実装されるのかを見学しました。プリント基板への電子部品の実装工程がよくわかるので、まだ見ていない人はぜひ確認してみてください。その見学の中で気になるものを見つけたので、今日ここに持ってきました。これです。ハンダオテクリーナーです。扇風陣っていう小手先クリーナーで手ハンダするときに小手先を掃除するときのあれです。 小立電機工業の工場見学に行った時にこれは面白いということで持って帰ってきましたどうやって小手先を掃除するかというとこの空いている穴のところに小手先を入れれば完了ですどういった原理で小手先をクリーニングしているかというと空気の力を使っていますつまりものすごい勢いで小手先に空気を当ててハンダカスを飛ばします工場とかでよく使われるであろう K 型の小手先だとこんな感じ それ以外の小手先も試ししてみましたが同じようにクリーニングできますよくある小手先クリーナーは小手先をこのスポンジのところまで持っていってでこのスポンジにこすりつけるとそれかこの金田足のところに持っていってここに金田足に小手先の先端をこすりつけるという動作がありますでも扇風陣の場合はどうかというと汚れた小手先をこの 穴の中に入れれば小手先のクリーニングが完了しますで今まではこの汚れた小手先をスポンジか金だわしにこすりつけるっていう作業が発生していたんですけど扇風陣の場合はなんか入れるだけで終わってしまうと。 作業が1つ少なくなるのではんだ付け職人の負担を軽減できるわけですでさらにもう一つ良い点がありますそれは何かというと小手先の消耗が少なくなくることです例えば金田足で小手先をクリーニングする場合金田足はかなり強力に小手先をクリーニングできるわけですけどもその分小手先の寿命を縮めてしまいます。 当然ですね金属同士が触れ合うわけですからこの小手先も金属ができているのでその分すり減ってしまいます、まあ、なんですけど扇風陣の場合はこういうふうに空気で小手先についたゴミをクリーニングするので小手先の消耗が発生しませんですので小手先部分のランニングコストを抑えることができるわけですであとはこういった小手先クリーナーのスポンジであったり あとはこういった金田足とかもまあ消耗品であってゴミが発生するわけですからそういったゴミの発生もまあ抑えられるっていうまあ割とエコななものなんですねちなみにこれクリーニングが終わった後の小手先をよく見てみると気が付くんですがハンダを小手先ににある程度残すようにな,っていますなので小手先が酸化しにくいというメリットもあります。 小手先にハンダが残るのはクリーニングワイヤータイプやあとは金ナタアシを使うタイプと同じですただ金ナタアシタイプはと小手先とこのタアシの金属が接触するので小手先の消耗が激しくなってしまいますそれは金ナタアシタイプのデメリットですねただ金ナタアシタイプにもメリットがあって小手先が酸化した時や小手先についたフラックス由来の炭化物の除去ができることです実際物理的に接触されて落としているわけですから当然ですね エアーだとフラックス由来の炭化物の除去はある程度はできるけど実際に擦り取る金出しタイプにはかないませんスポンジタイプとの比較もしてみたいんですがスポンジタイプは小手先にハンダが残りません精密なハンダ付けをする時にスポンジタイプよく使うかと思います結局どれを使うのが一番いいかなんですけどこれはエアーと金出しスポンジまあ、それぞれ併用していけばいいとこどりはできるかと思います ちなみに吹き飛ばしたハンダカスはこの引き出しのところにこういうふうにまとめて入っていますこの耐熱ゴムが柔らかくて外れるのでこの部分にたまったハンダカスはまとめて処分できるわけですただこの扇風陣にも一つ注意点がありますそれは何かっていうとこういうふうなですねエアーコンプレッサーが必要なことですま扇風陣空気で動くのでこういう外部からですね空気を供給してあげる必要があります こういういうに長く使うとこちらの空気圧が減ってきてちなみに空気圧は0.3 0.5MPa からメガパスカルの間で使います圧力的には高くないので一般的なな工場であれば問題なく使えるかと思いますこの扇風陣エアーコンプレッサーが必要なので一間レベルの工作頻度であったりあとは一般的な電子工作レベルであったりまそういったレベルでは使いにくいというのがちょっと残念です。 ではどういった場合にこれが有効かを考えてみたいんですけど例えば手ハンダでハンダ付けする職人を何人も雇用していてそれでいて小手先であったりその他消耗品のコストを抑えたい場合には非常に有効かと思います特に小手先で軽型の小手先を使うところ多いかと思います軽型の小手先は他の形状と比較して値段が大体1.5倍から2倍くらいします製造工程が違うので価格がどうしても高めになるんですね でそれ以外にも特注品の小手先を使っている場合なんかも小手先の寿命を伸ばせるのでいいかと思いますであとはハンダロボットを使っているところですねこれ手ハンダ用なので人間が使うように入れやすいように設計されているんですけどハンダロボット用のなんかルドラっていう、まあ、それもエアーで,ですねハンダクズを飛ばす製品があるんですけどそういったところにも応用できる製品があるのでなかなかいいとは思います まあ空気を当てて小手先を掃除するわけですがその当てたときにどれくらい小手先の温度が下がるかを見てみます温度が下がりすぎると作業性が低下しますがどうでしょうかここについてる温度計まあ,あちょっと下がってますね5度くらい下がってますただこれは正直に言うとハンダゴテの熱復帰の性能によって変わる部分が大きいとは思います 実際小手先を掃除してみて、その後すぐはんだ付けできるかどうかも見てみます。ちょっと長めに当てて、でここではんだ付けをすると、はい、まあ普通にできますね。問題なしです。この扇風機ね、特許を取得しているので分解 OK ということを聞いています。ですので簡単に中身を紹介します。どうしてそんなにはんだがよく取れるのかということですね。 ちなみに勝立電気工業で特許検索してもらうと色々出てきますで興味のある人はこういうのも調べてみると結構面白いですもうすでにこの上に乗っかっていたカバーは取ってありますでそしてここがハンダくず受けですでネジとか分解しやすいようにもうほとんど取ってあります後ろ側を見てみるとここにエアホースがつながっていてでここに空気が入ってくるとまあここがものすごく重要な部品になるわけです この基板で何をしているかというと磁束の変化を見ていますちょうどここの周りの部分にサーチコイルが1回だけ巻いてありますがそこにこういうふうにハンダゴテを入れると時速が変化してハンダゴテが入りましたというのが分かるわけです小手先が入ってきたら電磁弁を開けてここから空気を出すとで抜いたら電磁弁が閉じるそういうふうな動作ですここに差し込むと空気が出てくるわけですがその部分の構造が非常に重要です 小手先についたハンダカスは当然落としますしこの刺した時にですねハンダカスの吹き返しというのがあっては絶対いけませんそういったものを実現する構造というのがこちらです両面に溝が掘ってあってその間を空気が流れるようになっていますでここから空気が出てきて一周ぐるっと回ってで最後行き止まりになっていますでその間にですね さらに溝が掘ってあってちょうどその部分から空気が出るようになっていますよく見てみると空気が渦を巻いて出ていくようにこの角度が調整されていますそしてさらに今割りばしを入れていますがこの奥行き方向に空気が出ていくように角度が調整されていますですので入れたとしてもハンダカスの引き返しというのはありませんそして渦を巻く空気の流れを作ることによってこの小手先についたハンダカスを 効率よく落とすことができるわけですちなみにこれさらにもう1段ですね空気の出るところがあってそういった工夫もされていますこちらの扇風神興味本位で持って帰ってきましたがなかなかいいと思います特にハンダ付けを手ハンダでしていて小手先の消耗を抑えたい場であったりそれ以外にはこういった まあスポンジであったり必ずしのそういった消耗品を抑えたい場合には非常に有効かと思います実際にデモ機を使ってみたい方やあとはこういったものを購入を検討している事業者の方は概要欄の方にリンクありますのでぜひ問い合わせてみてくださいというわけで今日のスポンサーのアルティウムの紹介ですどうぞアルティウムはプリント基板エディターの機能はもちろんのことオンラインサーバーでチームと回路図 PCB の共有回路のデザインレビューもできます 部品在庫ディジキーマウザーなどでリアルタイムで確認などプリント基板の設計をより効率的にする機能が満載ですまずは無料体験版があるのでそちらを使って良さそうだったらぜひ職場での導入を検討してみてください概要欄のリンクから購入してもらいますと割引になりますそれでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました T シャツ販売中詳しくは概要欄から